皆さんお疲れ様です。今回は腰痛改善ストレッチを行っていきます。まずはじめは両手を後ろにつき膝を立て、片足を膝の上に乗っけます。じんわりともものあたりが伸びているのを感じていきましょう。続いてはそのまま足裏が床につくように倒していきます。手の位置は変えずにじんわりと伸びているのを感じていきましょう。反対側も行っていきます。無駄な力を抜いてゆっくりと伸ばしていきましょう。先ほどと同じように両手の位置は変えず、ゆっくりと足を倒していきましょう。続いてはうつ伏せの状態になり、両肘をついて片足は折りたたみ体の下にしまいます。ももからお尻にかけて伸びているのを感じていきましょう。反対も行っていきます。肘は自分の楽な位置まで移動させて大丈夫です。力まず自分のペースで伸ばしていきましょう。続いては両肘をつき、片方の足の膝をついて、もう片方の足はクロスさせます。クロスしている足は痛気持ちいいぐらいでキープしましょう。反対も行っていきます。無理のないペースで伸ばしていきましょう。続いては両膝をつき、腕を脇の下からクロスさせるように入れていきましょう。余裕のある人は頭も入れて上半身全部をねじりましょう。体重でゆっくりとねじられて伸びていくのを感じていきましょう。反対も行っていきます。
力で伸ばしていかないように注意しましょう。続いては前後に足を置き、体重を下に下ろしていきます。平等に体重がかかるように真ん中に体を持っていきましょう。腰を下ろした状態から頭の上で手を重ね、前に出している足と同じ方向に傾けていきます。手の重みで脇の横が伸びているのを感じていきましょう。前に体重がかかりすぎないように注意しましょう。手を下ろし、足を入れ替えていきます。先ほどと同じように体重が前や後ろに行かないように平等に真ん中に体重をかけていきましょう。頭の上で手を重ね、さっきと違う方向に体を傾けていきます。脇腹が伸びているのを感じていきましょう。お疲れ様でした。無理なく自分の気持ちいいところを感じながらストレッチはできたでしょうか。それじゃあまたねー。